おはようございます。レインボースターありがとう。ちょっとなんか、家に何か入ってる気がする。おはようございます。ばいついちゃった。おはようございます。星投げカウントお願いします。アルマありがとうございます。ちょっと今日はすっぴんに、メガネは本当にきつすぎるので目だけメイクしようと思います。アルマありがとう。皆さん携帯電話の認証よろしくお願いします。ちょっとだけメイクする。目だけ。レインボースターありがとう。ハートもありがとうございます。ちょっと今日はメガネで行く。でもメガネっ子だと思われるかな。調子が悪いんですよ。なんかマジで目が、なんかいつもレインボーつけて寝るんですけど、朝起きたらめっちゃ寒くて、何度だと思ったら全然26度でした。全然寒くない。もしかして今日気温低いですか？おはよう。タコ、レインボースターありがとうございます。でも今はなんか蒸し暑い。暑い感じ。寝起きって体冷えてるのかな。ハートありがとう。今日の夜は夜ご飯の目標があるので、今日はそれを食べれると信じて頑張ります。絶対食べるって決めてる。おはようございます。みんな星投げカウントお願いします。次の配信が夜の8時からしかできないので、本当にピンチなので少しでも差を縮められていいなと思います。なかなか配信できないけど、
ハートありがとう。皆さん携帯電話番号絶対認証してください。認証してくれたらポイントが入ります。いい感じ。ハートありがとう。前髪落ちてるとめっちゃ顔が変なんだけど。ずっとるようにします。嬉しい、ありがとう。なんか蒸し暑くないですか今日。めちゃめちゃ蒸し暑い。私だけ。だるま、だるましたありがとうございます。私はまつげパーマというものをしているんですけど、まつげをカールしてもらうんですけど、お薬で、なんかめっちゃ今回持ってる気がする。長持ちしてます。でもなんか最近目の調子が悪くてめっちゃ目こすっちゃうから急に落ちてきちゃった。まつげが。いや暑いですよね今日マジで。タコありがとう。タコありがとう。レインボースターも。皆さん本当にね、いつも朝から来てくれてありがとうございます。夜遅くまで本当に毎回見てくれてありがとう。昨日から見始めてよとか一昨日から見始めてよって人もいると思うんですけど、ありがとうございます。だるまありがとう。目がむくんでてさ、まつげが変な方向見てる。今日はメガネで過ごすので目元だけメイクします。メガネするとマスク曇りません？どうしてるんですか皆さん。ファンの人結構メガネ率高いから教えてほしい。どうしたらいいですか。曇っちゃう。やばい、アイライン下げすぎた。だるま、レイムスター、ありがとう。ありがとう。マスク曇らないする対策教えてください。おはようございます。曇り止めジェル、持ってないんだな今。今日使えないんだけど、どうしようかな。
だからいつも電車とか乗るってなるとき、その時だけメガネ外してる。なんか外で歩いてる分には曇らないのに、電車乗るとね曇るんだよね。あとすごい恥ずかしいの、電車に乗るときにメガネしてるの。めっちゃダサい女の人に見えてないかなと思って。だるま、ハートありがとう。マジでメガネ似合わないから、メガネの人ディスってるとかじゃなくて、私メガネ似合わなさすぎて、メガネかけただけで一気にダサくなるんですよ。だから本当に恥ずかしい。メガネで電車乗るの。おはようございます。曇り止め、曇り止め持ってないな。なんかメガネが曇らないマスクみたいな、この前買った気がする。それが、あ、それあったら今日はつけようかな。レインボースターありがとう。だるまもだるまもハットもタコも。よし、もうオッケー。あれ筆どこやった。タルマありがとう。タコいっぱいいた、ありがとう。みんなさ毎日こうやってタコさんとかいっぱい投げてくれてるから、絶対累計の合計のなんとかタワーみたいな数やばそう。ありがとう。朝からクマ来ました。ありがとう。わーいわーいわーい、ありがとうございます。本日初クマタワー、ありがとう。メモするので待ってください。ありがとうございます。ひらがなだったかな。あ、ひらがなでした。ありがとう。なんかこの方は庭師界隈かなと思ったら庭師じゃないっぽくて、あれ三師ですか、もしかして。わかんないけど、昨日は青髪に入ってたみたいですね。楽しかったでしょうか。どうでしたか。私のことは3番目ですか、もしかして。あれ、まあ、ちょっと薄々感じてはいたんですけども、いっぱい会いに来てくれるし、メールの返信もしてくれるし、なので大丈夫です。私は幸せです。好きでいてくれるだけで。あ、おでこ開いのバレちゃう。やっぱメイクするだけ、目だけメイク、目だけっていうかパウダーつけたけど、あが楽しかったですか。マシになった。ハートありがとう。だるまも。みんなおはよう。朝からいっぱい来てくれてありがとうございます。あ、しまっちゃった。何時からやるよみたいな。しまっちゃいましたわ。
みっちゃんセンターだったんだ、何も知らなかった。ハートありがとう。おはようございます。ちょっと私はぼちぼちお片付けをしていきます。次は夜の20時からしかできないので、皆さんお星様いっぱい投げて掃除してみてください。あ、くまちゃんありがとう。やばい、メイクしながら触ってたから汚れちゃった。やばい、ありがとうございます。くまくまありがとう。めっちゃ目が光る。ありがとうございます。くまなんか下がってくる。なんか倒れてくるんですけど、これだから仕事行ってきて。バイバイ、ありがとう。皆さんお仕事もあると思うので頑張ってください。私はお仕事はいありますね。お仕事とです。レインボースタータコハートありがとうございます。なんかながらショールームしても怒る人誰もいないからすごい嬉しいです。メイクしながら配信するなとか、ご飯食べながら配信するなって言われる気でいてながら配信してたけど、みんな怒ってくれない、怒ってくれないじゃないみんな怒らないから優しい、嬉しい。だるまありがとう。ハートも視力が悪いメガネプラスブルーライト加工してあるやつだったと思う。でもめちゃめちゃブルーライト加工してるわけじゃないと思うけど、でもなんかブルーライトって聞いた気がする。本当にありがとう。前髪はね、もうめっちゃなんか伸びちゃうんだよね前髪すぐ。いい感じですかこの前髪後でやる。目悪すぎて鏡が見えなくて。だるまハートありがとう。ご飯食べながら配信が一番嫌そうレインボースターありがとう。ありがとうございます。忘れないうちにメモします。見逃すとこだった。クマ黄色いからありがとう。みんなもしタコさんのタワーとかもあったら教えてください。ちょっと気づかないこと多くて無視してるみたいになっちゃうかもしれない。だるま犬、だるま犬はどこかへ消えた。タコ、タコもだるまもハートも星もレインボースターもカウントもありがとう。
子ありがとう。でも冷静に考えて一時期120万ぐらいポイント離れてたのにここまで距離を縮められて、まあ一定期間、まあ、23万ぐらいまで差縮めることができたりして、まあ、今はやっぱりちょっと、まあ、そんな難しいかもしれないですけど、でもそこまでポイントの差があったのに時間空けててもそんなに差が広がってないって、すごい皆さんがすごい毎回配信で差を縮めてくれるから感謝です、ありがとう。あと7分ですね。レインボースターハートだるま、ありがとう。タコ、あタコいたわ、ありがとう。なんか東京に物持ってくものって何がいりますか？お洋服とか串とか、なんか荷物少なすぎて合ってんのかなって思い始めてきた。ワンちゃんこの人連れてける説。あー昨日もくれた方ありがとう。くまたまありがとうございます。わーい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 。ショールームのくまちゃんです。こちらありがとうございます。だるまもありがとう。名前書きます。ゆずきさんのとこから来てくれた人、レインボースターも来てた、ありがとう。クマのお礼は違った、タワーのお礼はまた時間があるときに書くのでツイッター見てね、ありがとう。充電器これ配信終わったら入れます。ドライヤーは何でもいいんだよね。あドライヤーも持ってこうかな、荷物少ないし荷物少ないから持ってく。星投げ賞券ました、ありがとう。よかったらカウントもお願いします。みんなでも携帯電話番号認証してないとポイントに入らないので認証お願いします。画用紙貼れるかわかんないんだよね、どうしようかな。一応持ってって貼れたら貼るって感じにしようかな。ハート、だるまありがとう。インスタの写真でマキコさんが札幌行った時の荷物少なかった、やっぱ少ないのかな。でも北海道は多そうだよ、多そう。なんかお土産も買っちゃうし遠いから多そうなんだけど、多分手荷物、手荷物カバンも大きめだから余っちゃうんだよね、キャリーバッグの中。キャリーバッグでかいんですよ私。ハードだるまありがとう。ちっちゃめのキャリーバッグを違うところに置いてあって手元になくて、まあ使わないだろうと思ってたら、この立ててるリングライトも持ってるから大きめのキャリーが良くて、キャリーわざわざ出さなくてもリュックでいけるじゃんと思ってけど、これが重たいからな。レインボースターありがとう。携帯番号認証しましたか？ありがとう。皆さん持ってる星で星、持ってる星全部ください。私にください。レインボースターもください。レインボースターは10連打で投げるとポイントが 1.2 倍で、しかも今 2.5 倍キャンペーンやってるので3000ポイントも稼げるらしいです。だるまハートありがとう。東京はお土産スペース開けなくてもいいから、福岡は開けなきゃいけないけどね。そうみんなジャンプしてください。ジャンプ星投げるとジャンプできるんですけど、ジャンプしてください。
ハートありがとう。ジャンプしてね。東京は天気悪いですかね。折りたたみ傘で大丈夫かな。あと2分だ。ハートだるまありがとう。みんなおはよう。あと2分で終わっちゃうのでたくさん投げてください。欲しい。レインボースター持ってたらください。アイス連携してください。電話番号あと2分。今日の配信次は8時20時からになります。あ、消毒液持ってこう。ありがとう。うがい薬って言った人。うがいはしないんだけどさ、うがいするけど、うがい薬持ってないから消毒液持ってく。スプレーの方がいいんだけど、消毒ジェル持ってく。来週間に合ってよかったんです。ありがとう。あとちょっとで終わっちゃう。でも今あれやってる、星座占い間に合わない。マスクの代わり持ってない。やばい。ありがとう教えてくれて。あと何がいる。めっちゃギリギリね。みんな教えてくれる。ありがとう。だるまも。あ、お羊じゃ6位。ええ、あんまりパッとすること書いてなかった。ありがとう。マスク持ってかなきゃいけない。マスクケース買わなきゃ。ありがとう。次の配信はお昼にギリラでできたらちょっとやります。ありがとう。今日の朝から見てくれて。またね。お仕事頑張ってください。ありがとう朝から見てくれて。バイバーイ。はマジで頑張った。朝早かった。みんないっぱい飛んでください。え、すごい。みはるんの笑い声だって。なんでわかるんですか。すごい。え、みんなみはるんって言ってる。え、怖い。見られてる、もしかして。映ってます私。外カメラ。タクありがとう。レインボーさんありがとうございます。すごい、みんなよくわかるね。フさんがいいねしました。通知来た。ガチバの笑い声すぐわかる。笑ってみて。引き笑いなの。すごい。ってことはよく川島のショールームみんな見てるってことだ。ふうさん、うん、皆さん検体番号の印象してください。したら星投げてください。レインボースターください。だるまありがとう。いっぱい来た。あ、私です。え、嘘。機種制だった。はい、です本当。本当に、はい、私です。ね、反映されてないよ。充電。あ、レインボースターありがとう。え、つらい。え、すごい。見て、岡本とさ、中野って人がいたよ。すごい。たまたま。ラビーさんが配信してます。明日は ZEP なんで、みんな星を投げてください。明日は ZEP なので星を投げてください。ZEP 楽しみっていう方は
星よお願いします。ちょっと楽しみ。だるまめっちゃ来た、ありがとうございます。なんかもう汗で前髪死んでる。その星を一つ投げてみませんか。総選挙みたい。あなたの星一つで私の運命が変わります。お腹すいた、うん、あ、レインボースターありがとう。絶対楽しみ。嬉しい。絶対楽しみって方はレインボースター投げてください。あったらなかったら欲しください。なかったら欲しください。欲しください。こんばんは。デップ来る方いますか明日。はい、出るんよ。めっちゃ深くない刺しすぎちゃった。終わらないように気をつけて。やばい、普通にやばい。映んないよ。どんな深くだと思ってもう明日です。早くない？早い。外れました。嘘、つらい。星あげました、ありがとう。昼夜行きます、イエイ。おー、すごい。レインボースターめっちゃ来た、ありがとう。あ、お腹鳴りそう。昼夜入る人めっちゃいるんだけど。えー、すごっ。ほら、だるまありがとう。ね、ふえちゃん、これさ、ツイートしたらさ、配信で見る、ありがとう。出てくるの、ここに。ツイートしたらさ、こうやって出てくる。あるけど、そうか、選んでくれるかな。やってよ、マイナビオールスターだって。よかった。え、したらさ、すごくない？宣伝しようとする人。レインボースターありがとう。どうしよう。部屋がマジ広いの、この部屋。おかぐら小生かわりくん、私もだるまありがとう。あ、そういうこと。さ、え、すごい、みんな星の力すごくない？差がもう縮まったよ。30分までやるのであと24分もあります。あれ、川島みはるさんのだるまが来ました。え、これ本物？本物です。川島さんがだるまくれました。え、トップが設定してある。そうです。やった、ありがとうございます。だるま、目の調子は悪い、明日が不安です。タコありがとう。小島さんだるま着てた。3つ、30個。果たして東京の差し入れは何なのだろうか。やっぱり東京といえばですね、はい、ネギしかな。ああ、食べたい。つらい、食べたいよ。東京の差し入れ、バナナ。東京バナナ、東京バナナ、うん、食べたい。東京バナナなかったので本物のバナナです。ちょっと困っちゃう。くまたま、ありがとうございます。くま、くま、今日はくまが持ってきてないから。くまたま、ありがとう。メモりました。グマタワー、僕が住む。危ない。でもさ、ハートってさ、バンされたらさ、自分の歌めっちゃ上手いってことじゃない？確かに。ポジティブだな。大変ポジティブ、それは。だるまハート、ありがとう。え、早いですね。
ね、なんかそんなラグないですか普通。なんでだろう、ラグあんのかな。いつもなんかめっちゃラグあるんですけど、近いから関係あるよ。ないよね。来たよすぐ。絵文字使えるのめっちゃ可愛いでしょ、ルーム。本当だ。元々使えなかったし。使えなかった。空白になってた。でも今空腹だから空腹に聞こえちゃう。言葉が空腹。あー、レインボースター来た。ありがとう。ラグあるんだ。めっちゃ早かった。聞きたの。あやが東京タワーくれました。え、すごくない？すごくない？1秒後でもなかった。1秒経つ前に同じことしてるっていう。すごい。あやと被ったらってすごいんだけど。すげえ。東京タワー。あや男の子のアバターだ。初期の。東京タワーやば。やっぱり東京に来たということで。やっぱ東京タワー。今日東京タワー見れた。ね。ずっと外見てた。輝いてた。レインボースターありがとう。めっちゃ東京タワー来る。ね、クマ。クマ一個ないよ。かわいい。レインボースターありがとう。偽物だ、偽物のタワーだ。偽物タワーめっちゃ立ってる。今頃この画面上にいっぱいタワー立ってたはずなのに。あれ、なんでだろうな。クマタワー来た。あ、お城立って、お城。懐かしいお城。この配信でお城立てれないの。あ、本物のクマ来た。ありがとう。すごい。素敵。素敵。やっぱり本物しか立たない。本物めっちゃ可愛いわ。東京タワーもできたし、ありがとうレインボースター。お肉届いた。お肉食べたい。お肉届いた。お肉お腹すいた。それはこれ乗らないの。富士山。今日は虹の日だからレインボースター投げようと思ったら、今日あ全部投げ切ったやつ。いやん、つらみ。虹の日ね、なんでだろう。なんで4月16日じゃないの。え、本当にそういうこと。いや、同じこと思った。でも歌っちゃうだなと思ってごまんした。この声は何色。すごい、七色。当て字で七色。七色。そうなんだ。だから二十。七色。レインボースターありがとう。あ、またレインボースター来た、ありがとう。みんな電話番号登録してますか。してくださいね。これ見てるすべての方、星ください。持ってる星全部ください、私に。あ、あいや、ハートありがとう。ハートハート来た。え、ハート可愛い。ハート見えた。これ黄色しかないんですね今。あ、そうなんだ、 SK だから。なんかめっちゃギフト少ない。ギフト真っ黄色全部。タワーとかないんだ。え、本当だ、タワー。あ、みんなハート送ってくれた。便乗してる。素敵。素敵。もっとイケメンな。レインボースターもありがとう。あ、またまたハート来た。ありがとうございます。岡本さん。たたまー、ありがとう。イベント専用ギフトになってる。すごい。すごい徹底されてる。クマを10個投げる。星ありがとう。タワーハートめっちゃ来た、ありがとうございます。あ、ごめんなさい、彼女は今レ
テレビを見ている。興奮状態。 She is She watching is watching TV now now at at じゃない in the じゃないの。こんばんは、星ください。ハートありがとう。ハートベースボール。めっちゃ泣かせた。ねえそれやばい。 いやめっちゃハートくる。やった。早くない、流れるの。みんなに負けないぞ。あ、タコタコタコ、かわいい。ハートに紛れるタコかわいい。めっちゃ黄色い。あれ、ヒモスさんも来た。やばいやばい。なにこのハートの量。ハートタワーもしかして。ハートタワーの1万個ハート。あ、そうなの。じゃあ無理だわ、それは。低身長。え、マジでハートの量やばいんだけど。いや、やばい、バグりそう、バグりそう。初めてだよ、こんなの。ハートの海みたい。おもろい。ハートで溢れてる。あ、川島さんが見つけました。ハート送ったの。こんな早いのに流れるの。コメント流れてこないんだけど。あ、来た、こんばんはって。こんばんは、メガネリアです。え、なんか誰かも流れてきた。あ、川島さんが紛れてる。ほとんど同じ人の中に川島さんが紛れてる。ムーさん、あー、おもろい。あー、面白い。すごい一人で投げてる。ありがとうございます。ハートいっぱい。え、やばくない？めっちゃハートくる。バグってる、もしかして。機械壊れちゃった。ずっと飛んでるよ、シナモンが。え、でもハートが一番あれですか、同じ数投げるんだったら。あ、そうなのかな、わかんない、技術詳しくないんで。 1.2 です。 1.2。 へー、何それ。なんか10個投げると。すごいすごい、みんな、こんばんは。すごい。これハートってみんな見えてんの？なんか投げてる瞬間見えます。あー、そうなんだ。でもそうなってるんですか、スペシャルギフトのところには表示されない。めっちゃハート飛んでくるんだよ。みんなも、なんか他の人も来るけど、シナモンの人めっちゃ投げる。あ、フさんのアバターの人も投げてくれてる。素敵。やった。川島のアバターは中田かなさん。いっぱいありがとう、めっちゃくる。ありがとう。ハートとだるまが 1G 1ゴキブリ。ん？何事？ G だから。え？あ、そう。待って、変えられたな。え、楽しみにしてたのに。どうしたの？あの、こんばんは。はい。なるほど。めっちゃハートくる、ありがとうございます。本当だ、まだ続いてる。もしかして本当に1万個？1万ハート。1万って。ハートタワーだ。ハート。え？天使じゃない？早すぎないこれ？え、これパソコンでやってんのかな？あ、ありがとう、いっぱい。手だったらガチでやばい、スマホ。みんなちょっとありがとう。肌星もめっちゃなくる。あんまいないよ、野球中継みたいな。すごいすごい。確かに。すごい、死んじゃうよ。こんばんは、初見さん。あの携帯番号認証してたら星ください。星あったらレインボースター来た、ありがとう。初めて来た人にもしっかり星だけはもらった。え、ハートタワーだって。そう、もちろん、ハートタワー。え、やばっ。ってことはどんだけ投げたの。ありがとう。すごい、順位めっちゃ上がってる。そう。すごっ、びっくり。いいですね、ありがとうございます。ハートタワー初めて見たんだけど、本当にすごい。すごい、レインボースターもありがとう。タコもありがとう。ハートの量はえぐ、すごいね。お疲れ。うわー、クマタワー来た、ありがとう。イエーイ、びっくり、ありがとう。しかも今日2回目じゃない。すごい、クマタワーが来るとみんなで全力で盛り上げる点が。よっよっ。なんか1位にコアラのタワーみたいな。てやんねえてやんねえってさ、なんだっけ、何を言ってるんだ、だって。そうだ、てやんねえ。違うよって言われるよ。なんだっけ、てやんねえ。
落っこちているみたいな、なんだっけ、落っこちきる、川島に落っこちきる、落っこちきる、私は丸田んぼだったよね、何でしょう、丸田んぼ、丸田んぼ、赤ん坊、丸田んぼは、なんだっけ、役立たずみたいな、そう、役立たず、役立たずみたいな、お江戸でごじゃる、いやでいい、今度から水木さんが大江戸でごじゃるって言ったら、やんでいいよ、やんでいい、明日どっかで言おう、やんでいい、明日の10分どっかで、ってやんでいい、やんでいいって、どこがいいかな、やばい、あと一本ありがとう、ネタバレそうなる、確かに、え、この曲でさ、危ない危ない、危ない、一曲目で、一曲目で言える一曲目で、どこ感想感想、オーバーチュアかもしれない、オーバーチュア終わってドゥーってやんでいいね、やばい、え、すげえ、オーバーチュアやんでいい、聞こえば絶対、初めまして、ありがとう、ハートめっちゃありがとう、来てるね、1位の人いない、端っこに行っちゃった、なんかたまに1位の人消えない、なんか見えなくなっちゃう、ありがとう、1位の人のアバターなんかギフトみたい、そう見えない、わかる、コアラのマジみたい、あ、そうなんだコアラのエスキーバージョン、うん、あ、ほんとだ、コアラだ、え、コアラのマジじゃないのこれ、ただのコーラ、ハートとドラえもんありがとう、ハートとドラえもんありがとう、ドラえもん、ハートとは熊田よりポイント低く、嘘、なんで、違う、なんで、わかんない、なんで、ちょっと計算できないんだよ、明日サイリウム振るからね、わー嬉しい、見つけます、レインボースターありがとう、え、ガチお腹すいた、え、めっちゃポイント差縮まってんだけど、100万あったよ、うん、嬉しい、今はハートありがとう、目見切れ切れ、これお家から持ってきた大変やタコハートレインボースターありがとう、初めて見たけど可愛かったからいい、いや嬉しい、ありがとう、携帯番号を認証してください、認証したらポイントが入りますので、お願いします、お願いいたします、明日ラビットーちゃん持ってく、楽しみ、見つけたい、いっぱい振ってね、ハートありがとう、レインボースターもありがとう、いっぱい、お腹すいた、ハートとダルマありがとう、クロワさん、誰、クロワさん、クロワさんのクロワさん、クロワさんができてるらしい、この人、クロワさんください、ないよダルマとハートありがとう、え、食べた、なんか持って帰って結局食べてないの、ね、めっちゃ美味しかった、え、食べたい、クロワッサンください、食料配布、食料配布来た、嬉しい、え、それ同じの買っただって、え、クロワッサンめっちゃ来た、え、何する、絵文字絵文字、何、食料が配布、食料が食料難民、いただきます、嬉しい、いただきます、落ちちゃうこの人、何も食べてない、え、お昼にあれ食べた、きしめん、いいの、お腹すいた、今ここは北海道です、うん、いえ、実は沖縄です、実は北海道行きたいな、まあ、東京にいるとは限らないですよね、確かに、うん、静岡かもしれない、うん、なんでそこで泊まるの、石川かもしれないし、名古屋かもしれないし、フラペチーノ飲みに行ってるかもしれない、うん、見たい、熊本飲みたい、
携帯番号認証したの？みんなしたの？こんばんは。携帯番号なんか認証したか聞きすぎてゆずきさんが不思議がってました。そう、めっちゃ喋っててくれて、認証したのって。携帯番号認証しときな、みんな。したもん口。どういういいことが起こりますか？したら私のイベントに貢献できまして、うん、でもみんなしてないのに、なんかいっぱい星投げて頑張ったのにしてないとポイントが0ポイントになっちゃうので、かわいそう。みんなの努力が無駄になっちゃいます。それはしてください。だからこれはラブリンさんがっていうよりみんなのためを思ってみんながね、そんな星集めして、あの次の日に体重が1キロ減るっていう噂も流れてたりするんで、いいですね。でも結構それはいいことかなとは、まあ、うん、電話番号認証したらいいこと、まあ、そうですね、まあ、他の噂としましては、あの実はあのとあるあの外国の大学の研究結果なんですけど、あの携帯番号を認証すると、はい、あの障害年収4000万円。あ、そう、お金、自分の給料が上がるということでしょうか。あ、みんなだってだから携帯番号認証しないと給料上がらないよ。下がっちゃう、下がっちゃう。いいこといっぱいありますからね。いいことだまる。だいあの携帯番号をあの認証した人と認証してない人ではあの障害年収に4000万円されて、え、障害4000万少ない、だって、え、障害もらえるってこと、毎年もらえるってこと、障害は一生です。おう、まあ、認証した人としてない人では、まあ、寿命もね結構違ってくるそう、これあの寿命でかい、研究結果、そうそう、によるんです。クマ束4000個分だ、やばない、4000個なんていくくらいやば、やば、え、すごい、みんな半分も、さっきの半分も縮まってる。えー、すごい。え、これ元ネタ通じてない。何、元ネタわかんない。え、ありますよ、元ネタ。何それ、私適当に言っちゃってるじゃん。寿命でかいよ、マジでかい、だって人生かかってるから。寿命は別にいい、嘘、寿命が伸びたら人生かかってるよ、人生でかかるお金も増えますよ。まあ確かに、あ、確かに。ハートありがとう、レインボースターもありがとうございます。かわいい。1曲目本当に楽しみ。ちょっとこっちに体を傾けた方がいいと思う。そういうね、まあ、何気やとは言わないけど、振り付けの方の見てたらこうだったかな。みんな保存してるやろ。GoPro のやつ、しっかりフロント正面からのやつ、結構みんなこうやりがちだけど、やっぱこうだった。明日頑張ろうじゃあ。あ、ハートありがとう、だるまもありがとう、楽しみ。1曲目今2周目、ありがとう、星投げ集めてくれてる。歌っちゃいそうになっちゃった。え、歌っちゃいそうになっちゃった。危ない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 、ね、危ない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 。短文じゃないと採用されないのかな。結構短文にしたんだけどね。でも今関係ないからかな。楽しみにしてました。もっと試合に関係することをさ、めっちゃさ縮まってた、本当にありがとう。絵文字さ使えなくない、うんうん、ただ綺麗やなって書いたらさ採用されないかな。試合に関係ないんだよ。みんな明日はステップで配信できないからいっぱい欲しください。いつまでやってるのか、ください。何してるの、ありがとう。続けていいの、うん、今日はお祭りだ。ではまた後で。
明日は楽しみにしてください。配信で見る人も来る人も見てください。ニコ生で見てね。見てね。あと30秒後にバイバイです。ありがとうございました。みんないっぱい来てくれてありがとう。お疲れ様でした。1曲目なんだろう。多分誰も予想つかないと思います。え、ゆずきさんがリツイートしました。いやー嬉しい、ありがとうございます。終わっちゃう、ゆずきさん。あと20秒で終わっちゃう。ありがとう。ゆいゆは公演だよ。バイバイ、ありがとう。またね、バイバイ。おしい、簡単。最近食べたものの中で一番おいしい。うまっ。買いました、ありがとう。うまっ。おいしい。おいしい。おいしい。やばい。うまっ。今日はあとちょっとしか配信ができません。朝もできません。なので応援お願いします。レインボースターありがとう。うまくて無理、当たりすぎる。うん、明日頑張りますね。頑張る。やわらか。皆さん、明日私や絶プを頑張るので応援してください。うん、うん、これが自腹だよ。ご飯の下に何か味がいる。うん、美味しいよね。めっちゃうまいんだけども、下の辺が、今日朝からカロリーメイトのジュースしか飲んでない。やば、下ボジョクだ。うん、食べた。2歳の時だよね。うーん、ほんとだ。じゃあ聞いたことあるよね、2歳の。オリンピックの。でも2歳だよ。ママしよったな。うん、うん、ありがとう。スタバ飲みたいな。うん、おつなぎカウントお願いします。今週めっちゃ飲んだ。うん、1回ぐらいだからね。昨日以外飲んでる。昨日飲んでる。あれ昨日飲んでる。うん、うまい、うますぎる。ご飯大盛りでよかった。大盛りすればよかった。右の結構美味しい。うん、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 うん
しようかな。はい、もう決めてるけど。え、マジでどうして明日の髪は言わないでしょ。ちょっと今全国に配信されてるから。でも昼と夜で変えたいんだよね、ちょっとだけ。時間はありそうです。夜って何時から？朝って何時から？1時とかじゃない？公園、2階公園ぐらい。すごい、なんで曲がれるの？からこの映像撮ったんじゃない？なんでこんなことできるの？うまい。皆さん、私を元気つけてください。あ、動いたい。私、ありがとう。メモスターもありがとうございます。ハートありがとう。タコも来た。ありがとうございます。あ、おいしい。こんばんは。星投げカウントする、ありがとうございます。いっぱい星投げてください。ガチでうまい。ね、うん、くまたまありがとう。ね、このユーフラちっちゃいのって何？ありがとうございます。何これ？ん？ここ前の何これ？なんかおみつくだにみたいな。おみつくだにみたいな。おいしい。ありがとう、くま。毎日牛タン部ハロー。あ、牛タン部って載せるの忘れてた。勝手に勝手に牛タン部。牛タン食べたらもう牛タン部。私好きな食べ物プラフィール牛タン載ってますよ。え、載ってる。自分も書いた。牛タン、ハートありがとう。牛タンと生肉。牛タン同好会だ。牛タン部でお仕事で、うん、仙台の牛タン部で。でもね、人数増えれば増えるほど削られるかもしれない。まあ、みんなで、みんな部長、みんな部長で、大体さ、2人ぐらいでね、2人ぐらいでしか行ってない。だからみんな部長で役職みんなつけたら広報部長と2012年。そっか、2012年。オリンピックのイメージ。ロンドンでね。正解。めっちゃ見てた。めっちゃ覚えてる。めっちゃ覚えてる。フェンシングとか見てた。やってみたい。ママさん、フェンシング部のマネージャー。星投げてフェンスタイム見に来た人。差が広がっちゃってるから、みんな星ください。一人部屋なんですけど、牛タンが食べたくてここに来ました。タコありがとう。レインボースターもありがとう。うん、これめっちゃ見てた。卓球やりたい。卓球できないんです。卓球ありそう、ここに。確かに卓球できないんですよね。でもなんか自分もできないよ。うまくはない。
なんかボールのタイミングが分かんない。ちっちゃいから、うん、パイ外れちゃう。うん、テニスとバドミントンできるのに卓球だけは、うん、テニスみたいになっちゃう。川島さんが話してる声がする。いますよ。え、岡本さんの声がする。いますよ。怖い。みはるいないのになんで声かかるんですかね。確かに川島さんいない。さっき帰ったのに。緊張、さっきの配信引きずってるな。怖い怖い。なんかこの部屋に誰しかいないのに。あれ川島さん自分の家部屋に帰ったんだけど。怖い怖い怖い。え、美味しそうに食べる。だってじゃあいっぱいお仕事ください。ご飯食べるお仕事したい。あれやったことありますか、なんかデカ盛り。え、ないの。食べたいのめっちゃ。でもそういう時に限って食べれないんだろうな。うん、みっちゃんがそう言ってた。うん、やっぱりウさんの声聞こえた。嘘。え、怖い怖い怖い。いないよ。みんな部屋かな。怖っ。カメウス。今さっき隣の声聞こえた。うまい。これ一番美味しい。今までで今までのやつで一番美味しい。うん、クマありがとう。クマたま、イエーイ、ありがとうございます。美味しい。レインボースターありがとう。これネギスじゃないんだよね。なんかやってなかったの。なんか知らないけどお店行けなかった。でもこの牛タン屋さんめっちゃうまい。ネギシのスープ美味しくないですか。うまい。テールスープ、テールスープうまい。とろろ欲しい。うん、うまその髪型何がいいですか。ポニーテール。やだ。頭皮痛くなっちゃう。痛くない。アリ。マンハープだね。マンハープも痛くなるよね。織姫。はい、それ。え、サーヤの？可愛かった。七夕のナイフに織姫。時代遅れ。東京遅れの織姫です。ニーテール多いな。両サイドアミク。私も好き。ダブリンさんのニーテール。うそ。三つ編み。なんかさ、長すぎてさ、キモいんだよね。いつも三つ編みショット。ふさんの。気づいたら髪にびた。ふさんのしてた三つ編みめっちゃ可愛い。なんか。ありがとう。先伸ばすやつめっちゃ可愛くない。え、伸ばしたい自分も。
うんま、素敵マジで素敵、牛タンって人を幸せにするよ。もう顎が疲れすぎてやばいえ、てか意外とさ、めっちゃ量あるんだけど、意外と量ある、ね、めっちゃお腹いっぱいある。なんかもうちょっと安いのにすればよかった。うん、ご飯もっともっとっていい。いや、それなんか止まらん止まらん、うん、ご飯肉とさ、比例してない。うん、隣の部屋のみはるの声が聞こえる、だって、うん、隣じゃないんだよな、うん、隣の隣ですもんね、うん、通路挟んでるから今アイス食べたい。うん、一旦アイス食べたい、挟みたい。うん、ちゃんとありがとう、ね、ガチうまい、永遠に食べてた。アイちゃん確実にお肉余るもん、これも、うん、お肉余る。あのさ、ご飯回したくなくてさ、ご飯結構多めに食べてたらこうなっちゃった。待って、生誕ティー買わなきゃ。うんうん、川島さん声でかいな、うん、近所迷惑なのよ。また全員に聞こえてるフロントまで聞こえてるよ。うまい、ガチな牛タン、だるま、ハト、ありがとう、タコ、ありがとう。うまい。あ、またアットマークついてるまんまだ、ブラえ、ガチ牛タンうまい。明日のケータリングなんだかな、牛タンがいいな。え、牛タンだったらどうしよう。ネギシの幸せ。明日の台本読みます。皆さんこんばんは。ダメです危ない危ない、お前止めなかったら大丈夫うん、念もってありがとう。うん、ま、台本やばい。明日のセットリストを発表します、はい、まずオーバーチュア、はい、1曲目 M1 そっからダメ。 M1 え、何かな、10連シャムレコ、マンモスかな。え、公演始まる、もしかして最終ベルが鳴るみんな当ててみてください。1曲目当たった。いいわさ、終えるとシンパシーで始まったもん。あ、じゃあもしかしてあれ、ルル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 ルもしかして J2 も重力シンパシーかもしれないし、全くセット一緒かもしれないもんね。全くセット一緒、いいね、全部一緒かも。兆し、あー、オーバーチャーあるんだとねいい、見てないな。みんな。うん、なんだと思う？一発目。一曲目、恋の女はお江戸でごじゃる。やんでいい。やんでやるための曲。あんだけね、リレー配信で振ったもんね。やんでいい。やんでいい。K2 全部やった提案で。あ、そうなんだ、例題なんかだったか、今日もやってる提案で。放課後レースか、いいですね。言われた曲、読まれた曲はないやつ。いや、そういうわけじゃないんだよね、私普通に読んじゃういつも読んじゃう。読みなしすぎはダメですよね、うん、特にいないことが多い。でもキーズならではですよ多分、楽しみ
はい、見てください。反応も楽しみ。おもろそう。何がどんな撮影でも私たちは楽しんでやってるから、うん、まあ、これ手振るか分かんないし、犬の周りさんあるかもしれない、うん、分かんない、みんなスタンドマイク持ってきて、髪型決まってるって言ったのもそのままこれやん、みんなのちゃんわからない一人聞かれたらさわからないそれがあった、牛タン詰まりかけた危ない、死んだのちゃんなればいいんだよ、お任せることがあるときは分からない、やべい、ロリさん人の一発取れる曲何ですか、分からない曲名聞かれても分からない、え、クマタワー来ちゃった、ありがとうございます、分からないからだ分からないとクマ来るの、嬉しい、ありがとう、女の子だ、うん、嬉しい、ありがとう、それしか頭に流れてこありがとう、ニオシカ言われる人、わからない、降ってきた、なんでふさん笑ってる、おじいちゃん、ななちゃんツボじゃない、この間もさ、うん、永遠わからないのかと思ってたけど、めっちゃ面白かった、ふん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 、ななちゃんのしゃべくりせずみんなで見たもんね、この配信何時まで？45分か、マンゴーカンゴ違います、開催ガバ&何なの、うん、期間限定、うん、え、あれ食べた、いちごミルク、え、めっちゃ美味しかった、牛乳パックのいちごミルクみたいな味したんだけど、え、わかんない、いちごみたいな味、あ、そうそうそう、なんか嘘、めっちゃその味した、めっちゃ美味しかった、めっちゃあれ限定ですよね、そう、もったいない、うん、これとミルクティー食べた、え、食べた、同じ組み合わせ、うん、めっちゃうまかった、やっぱあれも美味しかった、ピスタチオ、うん、一口もらった、だるまとハート、ありがとう、すごいよね、ダブルに出たの、食事って食べた、うん、ガバもセブンティーンアイスできないかな、分かる、うん、事務所に、ね、え、欲しい、誰かが本当に置こうとしたらしいですよ、え、うん、自腹でってこと、いや、なんかお願いして、うん、毎日買いそう、売り切れで買いさそう、牛円玉釣り切れ今日は切れしたよ、じゃんけん最近ずっと自分でもないですね、なかった、ずっと光ってる、今日はあった、なんかいっぱい自分でも入れてあげてます、私もめっちゃ持ってるから、この間私が買おうとしたらなくて仕方なく違うやつ買ったら、その私入れて10円でラブリーさん買えたって、そう
けることもある。わざわざ高いお茶買ってたよ。お茶買ったら貢献、社会貢献。そうね、明日絶壁きます。待ってます。明日絶壁なの？タコありがとう。本当にどこの情報ですか？え、解禁前、うん、やらかしたわ。言っちゃダメなやつですよ。解禁前ガチで終わった。まとめられるよ。怒られる、マネージャーさんに電話かかってきて、ショールーム中断されちゃうかもしれない。バンされる。やばい、私こそバンされるよ。危ない。あ、レインボーソーダ来た、ありがとう。目がね、仕方なくやってる。もう目が痛いんだよ。しっかりお肉余った。私まだちょっと頑張ってる。頑張って残してる。大盛りだったのに。ケツの伝統ですよ、漏らすのは。なるほど。今の話だ。めっちゃもろい。いや、あられちゃんに見えてきた。ね、ママにもめっちゃ言われた。メガネ選ぶときに全部あられちゃんって言われた。それ土入りですか？うん。あ、土入りなんだ。土入り。めっちゃ目ちっちゃくなる、だから。あれかと思った。だってメガネしてるの。うん、うん、うん。え、かわいい。あるなんだ。うん、友達？私の推しメンバー。かわいい。本当だ、かわいい。若い。何か。2011年。若っ。めっちゃ。目綺麗。なんかさ、昔ってさ、服装とかも全然ないしさ、メイクでさ、なんかそんなにもないのにさ、かわいい、すごくない。少しずつ差が縮まって嬉しいです。皆さん、星を投げてください、私に。私には星が必要です。やばい、毎日牛タンでいいな。私もそう思う。前さ、東京帰った時さ、2泊したんだけど、うん、毎日ネギシ行った。どこでしか行けないから。めっちゃ顔がくみそうした。ありがとう、ね、やばいわ、わかんないんですけど。もうゼップの配信終わったの？夜にご飯食べると絶対次に来ます。ご飯の日だと思わないの？ハートありがとう。てか遅いね、ご飯食べる時間。うん、遅かった。いろんな意味で。わからない。わからないした今。わからない。うんうん。聞こえたかな。ネイモスターありがとう。いっぱい来た。何？ねえ、このさ、レインボースターさ、10連したらさ、はい、3000ポイントももらえるんだって。すごい。やばくない？やばいですね。誰がいるんですか？よし、ななみです。なあやんとののちゃん。嘘です。当ててみてください。
ちゃんってあれだよ、わからないのののちゃんだよ。ののちゃん。エムスタありがとう。ヒント1。みはるんとあやって書いてある。悩ん、公園だったのに着くの早いんだ。悩ん、名古屋なんでここ。あ、ありがとう。わからない、お腹なっちゃった。あれ、これ何分までだっけ。45分です。詳しいな。なんかわかんなくならない、こういうの。え、わかんないです。これ本当に45分まで。さっきラビンさんは自分で45分って言ってました。45分です。あ、こっから40分配信なんだ。そういうことか。なんか前はさ、自粛期間だったから暇だったからよかった、めっちゃ。仕事なかったもん。なかったですよ、あの時期。なんか大丈夫かなって不安になっちゃって、謎すぎて覚えることとか。私じゃないです。嘘。私じゃないです。みんなラブリンさんは頑張っている。川島優の。みんなラブリンさんは頑張っているので、あなたの持っている星さんを投げてください。ま、キキララちゃん投げて、思いやり星みたいな。確認してますか。思いやり星からできたキキララみたいな。思いやり星、ふるさと思いやり星。確認してますか。もしかしてしてない。シム星釣りですけど。自分ないよそれ。え、これタモリさんが吹いてるの。すごい。タモリさんすごい。あ、レインボーさんありがとう。え、川島トレンドに入ってたよ、だって思った。え、ちょっと、ほんとに。いや、なんか他の虹さんじさんっていうなんか VTuber さんがいて、そのちまちゃんって子が入ってたんですけど、ゆずきさんから LINE 行きました。そうそう、ちまちゃん、そう、日本のトレンドだったよ。日本のトレンドだった。便乗していいかなって。え、その時さ、ハッシュタグちまちゃんでやるべきことじゃん。 ねやるかと思った。いや、便乗していいかなって思ったけど、ちょっとなんか、え、絶対自分だったらするんだけど。私、岡本さんでやったことあるよ。嘘。岡本さん、じゃあみんなもう一回お願いします。何があったんだろうね。なんかデビュー配信って決まったみたいな。おめでとうって書いて。すごいね。レインボスありがとう。キキララちゃん投げて、みんな思いやり星。趣味は星釣りと、はい、なんだっけ、発明が趣味です。やば、行ってみた。キキ君は、ララは、あと新しい星を発見するのも得意。背中の星を使うことで飛べる。好奇心旺盛、慌てん坊で食いしん坊のいたずら好きらしい。らしい。キティちゃんは女の子。キティちゃんは、え、知ってる。キティちゃんって猫じゃないらしい。猫ではないんですよね。そう、なんか猫とは言ってないみたいな。うざ、煽ってるやん。猫とは言ってないみたいな。怖い。キティちゃんは、なで方の先生がキティちゃん嫌いでさ、その理由がない、口がないから。彼女は小さな女の子です。彼女はお友達です。誰の。でも猫ではあります。猫やる耳入っとるやん。彼女は四つん這いにはなりません。彼女は日本はその生活で歩いたり座ったりします。じゃあ仲間。私もやろうかな。だって弁当は言ってません。私は人間じゃないだから、今 SK48 にいるから、なんかみんな、ね、人間だと思ってるけど、人間とは言ってません。地球人とは言ってませんって言ったらさ、不思議キャラみたいな。おもろい。魔法使いかもしれないし。キティちゃんは明るくて優しい女の子。
元気な可愛い女の子。耳かいた。カワチマは SK48 のメンバー。人間とは言ってない。もしかしたらミーアキャットかもしれないし、アルパカかもしれない。猫かもしれない。猫ではない。違うんだ。猫ではないとは言ってるけど人間ともキティちゃん。なあレインボーストめっちゃ来てありがとう。携帯番号認証してますか。もうね、認証しないと努力が水の泡ですから。キキララちゃんの生まれた場所は夢欲しい雲の思いやり星。何だそれ。発明家のお父様父と父様父。父様父って何。危なっ。牛タンの方につながってくだった。お父様父。お父様父と詩人で絵描きのお母様母子。お母様母子、思いやり母子。いや、生まれた場所が思いやり母子です。え、お父様が生まれないの。あれ大丈夫そう。なんでお母さんなの。お父さんも欲しいとお母さんも欲しい。大切に育てられた人ならにわがまま甘えん坊の貴重。何お母さんも欲しいって。本当におもろいわ。お友達、太陽、月、星、雲、妖精や動物さんたち。みんな川島の演説聞いて。バラエルグモをお供に連れている。どう。こっちもあと2分だよ、簡潔に。別名、むくむく雲。むく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 。かわいい。好きな歌、なんでしょう。キラキラ。正解。それしか知らんやろ、絶対そのキキララは。好きな言葉はなんでしょう。思いやり星。正解。天才。キララキって。もしかしてキララちゃんですか。お父さんとお母さんの子供で、そのお母さんから生まれたけど、だから出身地が愛知県みたいなことってこと。むずい。思いやり星は愛知県。愛知県なの。いや、なんか私も出身地思いやり星にしたいな。ダメかな。出身地思いやり星。うん、血液型は何ですか。血液型ないの。 AB 型です。血取ってんだ。血取ってんだ。次は22時10分からですよ。来てください。え、ある。あれあと20秒ぐらいでバイバイです。この方もラブリンさんとは言ってないんで。それは違う。また来てね。お星様集めておいてください。バイバイ。キララちゃん調べてね。バイバイ。何にも1位だな。うん。バイバーイ。さようなら。ございます。この枠は50分までだから50分まで書かなきゃ。10分まで書こう、テロップに。ゼップです。あ、コメントが長いパターンだこれ。ちょっと待ってね、テロップ書きます。できた。だるまありがとうございます。明日は目が痛くならないことを願います。
当に星投げ大事なので、みんな思いやり星たくさん投げてね。タコありがとう。最終日もなんかリハがある説みたいなの出てて、なんか本当に不憫だなって思います。見てに来てありがとう、ハートありがとう。福岡のリハではなかった気がする。なんだっけ、忘れた。でも最後までさ戦えないのに、今のスケジュール上そういう予定はないし、そういう予定はなかったから参加したけど、なんか最終日の最後の時間も配信できないってなったら本当になんか不憫すぎるなって思っちゃう。なんかもともとこの最終日に予定があって、最終日の枠に参加できないってなってたら分かるけど、こうやって直前で言われるとちょっときつい。明日も配信できないし。レインボースターありがとう。ハートだるまありがとうございます。また壇上の人見えなくなっちゃった。見えなくなっちゃった。なんか見えなくなるのあるあるすぎる。ありがとういっぱい。みんな携帯電話番号認証してますか？認証しなかったらポイントがゼロになっちゃうので。リンボスターありがとう。初見さん、リンボスターありがとう。よいしょ、足がむくんできた。明日は絶賛なので、なんか絶賛の会場についてからも配信したいなと思ってるんですけど、合間にでも多分音響の確認とかでセットリストバレちゃうから配信できないですよ。そうなるとマジで配信できない。たるまありがとう。どうしよう、ゼップ終わり200万ポイントとかさついてたら、やばみやばみ、厳しいところ。怖い、いけるかな、わかんない。めっちゃ来た、めっちゃ来た。やばみやばお。みんな気づいてるよ、そんな声ちっちゃいのに。ね、レッドみたいに怒る人。移動バスはバンされる。なんか前誰か配信してたバンされてた。リコーディング公演の間は別にセットリストバレてるだったからいいけど、その前がやばい。ありがとう。ラニさん、頑張っ
してください。ありがとうございます。ありがとうございます。これやばい、これやばい。あ、やった、ありがとう。差し入れが来ました。えいゆっていう前に作った差し入れ来た、見て。え、これやばない。誰とも被んないようにしたら。新聞書いてる、うまそう。待って、でも待って、なんでさ、私こんな買ってんの。やばい、しかもカロリーまあまあとか言うと。エゴさん、嘘、どこにいる。疲れてるやん。あれ、え、エゴさんどこにいる。コメントしてました。あ、エゴさんコメントしてる。これ1位とか2位とかって、そうです、1位って言ってコメント送信して、2位って言ってコメント送信をして、それを50個やります。え、気づかなかった。みんな気づくの早い。あ、本当だ、そう、え、本当だ、気づかなかった。エゴさんだ。エゴさんかわいい。ね、カウントしてるで、かわいい。やった、え、確かにエゴさん認証してるかな。してなさそう。しばらく経ってから携帯電話番号を認証しないとなんかポイントに入らないんですよ。やっぱアイス溶けちゃうかも。チョコ食べたい。認証って何言ってますよ。え、待って、どうやって説明すればいいのこれ。なんか設定から、あ、そう、マイページから、マイページのアカウント設定の、マイページのアカウント設定でなんか携帯電話番号を SMS 認証っていうところから登録をして、はい、認証すると、はい、ポイントが反映されます、はい、らしいです。なんか聞こえましたか。認証してます。一回見てくる。だってやばい、カウントどこまでしてか分かんなくなっちゃった。あれ、スパンなんかした。え、チマがさ、初めて食べた。何味？コーヒー。あ、うまそう。みんな、みんな半減だったですよ。嘘、イッチだね。ラブリーさんに便乗しました。え、これ何円だった、うん、みんな半減だったな。ふーちゃん、おすいか。おすいかやな。え、それ朝ごはんかと思った。ヒハルン、うん、ウリのすぐ気づくやん。ヒハルンはなんか廊下越しに喋ってます。そうだよ、隣の部屋。終わったらお兄さん50。早っ。星投げますね、今から。やった。これ川島？え、あれでいいですよ、今じゃなくていいですよ。ねえ、小銭ない、どうしよう。置いてた、ここに。いいやけど、スイカのニュース。みんなの声大きいね。あ、タコありがとう。私に声通るからでしょ。エゴさんが頼みます。あ、かわいい。みんなかわいい。え、してなかった。わらわらって書いてある。かわいい。でもきっとエゴさん効果で。エゴさん、エゴさん来てます、みんな。でもこのルームに行ってる人はもうみんな知ってるんですよ、エゴさん来てる。あ、そっか。そうだ、認証した。ありがとうございます。やだやだやだ。え、ミハルいるならタコ投げちゃおうかなって人いるんだけど、やばない。あ、ミハルのファンの人これ。みんなラブリーさん応援してあげてください。応援
してあげてくださいって言うと応援してくださいって私この間あれにしましたよ。投票にしてラムリンさんにもつなげてくださいってやってやりましたよ。嘘。はい、なんかお前ショールーム見に行ってラムリンさんのツイッターのやつやったと思ったらできてなかった。え、嘘。え、そうだからなんか消えたツイートツイートした。できたのかな。え、エゴさん効果やばない。やった。あ、できた。おばめきた、ありがとう。え、これ明日までですか。明後日。明後日。明後日。じゃあもうこれは。あ、さんや、やった、レインボースター来た嬉しい。美原いるなら熊タワー投げようかな。だって余ってるよ。あの、ちょっととある方がちょっとゲストが来ました。ゲストが、え、熊タワー来た、ありがとう。とある方が間違えたかと思ったんだけど、ゲストです。ラブリン、え、ゆきさん言っていいのこれ。あ、子供の中は出れないの。え、自分もゆきさん来ましたこんばんは。やった、ラブリンが頑張ってるって聞いたからゆきさんいいねしてくれた。さっき来た、頑張ってほしいから来たよ。ちょっとゆきさんのファンの人欲しください。おまめに書いてから来たから。え、すごみんな見に来てくれるかな。こんばんはゆきちゃん、ゆきも星投げよう。ゆきさん来ました、ツイートして星投げる。音出てる。私の決断はいずこ。やったー、押し投げる。待って、あ、待って、やばい、ゆきさんこ来たらコメント流れるの早くなった。待って、認証みたいなのしなきゃいけないんだ。あ、そうですよ、詳しい。さっきエゴさんしてなかったらしいです。え、嘘。待って待って、してくれた。でも認証みたい、認証どうやってやんの。なんかマイページ、うん、みんな忘れそうじゃない。え、そうですよ、多分。あ、アカウント設定。あ、これです。これダメ？で、電話？はい。でもなんかためらっちゃう、こういうの登録するの。これしなきゃ意味ないんだよね。みんな忘れちゃダメだぞ。そうだよ、ね、うん、すごい。レインボースターありがとう。熊田は来てた。ありがとうございます。みんなめっちゃ愛した。え、すごい、縮まってますよ、さん。え、怖い。頑張れ、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 すごい。頑張れ、頑張れ。すごい。すごすぎる。頑張れ、頑張れ。やった。頑張れ。あ、みはるんがハートくれました。やった。え、これ OK なの？これができたら。OK です。すごい。おー。あ、え、なんだ、え、なんだ。何失敗した。充電失敗した。何失敗やった。惜しい。どういうこと。10個続くポイントで何倍か。致命的じゃない。結構惜しい。あと1個だけ。結構致命的じゃない。9個やばい、やばい、惜しかったね。誰か代わりに。あ、来た、ありがとうございます。レインボースター。おもろ。悔しい。しかも2個目、2回目だよこれ。え、なんちゃん、まあ一個一個やってた。惜しい。ありがとう。塩の投げる。これ一気にさ、なんか全部ボンって投げるのできないの。無理です。99個押さなきゃいけない。大変。長い道のり。やばい。あと1万個押し出しましたよね。え、いた、やばくないですか。1万回押したってこと。そうです、ずっとここハート溢れてた、すごい、1万回やばい。愛ですね。指短くなりそう。頑張ろう。やばい、めっちゃ溶けちゃう。あ、クマありがとう。クマだ。え、みはる、だるまありがとう。あ、大変だ。一気に10万ポイント縮んだって。やば、すごすぎないですか。頑張れ。
いつまでなの？明後日です。明後日？普段は絶対失敗します。絶対失敗。明日メイクの時間、曲流れてると思いますか？あー思う。つらい。つらい。なんか2回失敗してるよね。なんかすごい入り組んだ場所とかでやれば。うん。うまい。今ありがとうございます。すごい優しい素敵。そっか配信できないのか。そうなんですよ。しかも帰るから。なるほど。追い出されちゃう。なるほど。そういうことね。つらい。めっちゃゆきさん手早っ今折らせるかと思って。私ゆきさんのつむつむの手が早すぎて考察したことある。え、やめてやめて、恥ずかしい、恥ずかしすぎる。え、ふゆぴもレインボーストーン投げてる。はい、え、成功しねえ。2個の1個失敗しちゃった。でも10個できてた。やった。え、くまありがとう。サーヤ7位にいる。だってすごい、すげえ。ほんとだ、レモンスター全部で今70個ぐらい投げたかな。え、すごい。そんなに持ってんの？そう、ずっと貯めてた、誰かのイベントのために。すごい、すごい、すごい。ほんとだ、7位に。あと5個しかない。さやかちゃんのアバター？え、やばい、なんか電波ある。電波？なんか、頑張れ頑張れ。やばい、なんか すごい黄色いアイテムが多いね。そういう、あ、そうなんです。なんか全部黄色らしいです、 SKE の。あ、そういうこと。黄色い置いて、わかんなくなっちゃった。エナタンがコメントした。ラブリーを愛すの定型文定型文じゃん。え、これやばい、ミハルのハートきた。ポイント入りますか？え、入る。え、入るの？え、そうです。だからなんか50カウントえカウントしなきゃいけないじゃん。カウントしなきゃ。50回コメントすればいいってこと？はい、1,2,3,4,5。 待って、難しいですね。定型文1回しか押させてもらえないの？え、定型文って1回しか押させてもらえないの？これ、はい、1回ルーム出れば出たら多分面倒面倒面倒、何回か分からなくなるわ。え、やばくない？すごすぎる、嬉しい。すごい、はい、いい感じ。すごいです。お、調子いいじゃん。いや、明日一回もできないですか？朝5時とかに起きる？いや、やだ。いやじゃん。5時はちょっと起きれないんですよね。本当にもう頑張れば気合いでいける。もう10時だからね。鉄道もあるし、うん、危ない。2回行こう。ラブリー危ないよ。ラブリー体力ないから倒れたことありなんで。水かけられました、吐けたら。え、そうなの？あれ、てか、なんか雪見ちゃったからさ、ラブリンがもう限界のところ。鈴木さんがスプラッシュやってた時に吐けない吐けないだって吐けないんだもん。吐けなよって言ってなんか普通に吐けなって言っても吐けないから、いや吐けなガチで吐けなみたいな感想で逃げました。もうダメだから吐けなみたいな。しかもなんかうまく吐けれてなかったからさ、もうやばいよと思って水かけられたのに体力がね。そうなんですよ、僕の体力が。誰か来た。誰？変わる方が。また。ミハラ何なの？すごくない？ミハラ何ポジなの？ゲストが書いてる。やばくない？やんぬし。めっちゃ召喚し。かわいい。かわいい。かわいい。え、ご飯？ティー。認証したよ。やった。認証してきたよ。いや、お風呂入りました？入った。早っ。早くない？なんか普通に、なんだっけ、連帯？なんかさ、ツイッターとさ、連携みたいなのあるじゃん。あれしたから、もうできてると思ってたの。
電話番号しなきゃダメなの。1、2とかやったらやばい、1、2とかやったらファンの人が、うん、なんか携帯番号やったって思って確認したらやってなかった。やば、これ持ってきたの。はい、すごい、さすがっす。やばい、ね、フライングでホテルやっぱり。そうですね、やばい、ちょっと今から今何2回にまだ1、2とかやった方がいい。まだ2なのよ今。すごい、今まだ2、3、50まで。しかすごい、みんな本当はコメントが50個で、なんか50個まではなんかカウントされるんだけど、みはるやばい、なんかプロくない。誕生日みたいな、ピンポーンとか。いや、すごいね。ラウリーさん、レインボースターめっちゃ今日も嘘、エゴさん強いな、やっぱ。え、コメントできなくなっちゃった。しばらく待てって。14、15。ミハルン、あ、フユピーか誰かがいた。フユピーだ。え、フユピーねえ、邪魔。50までしかできない。しかもこの、これ、フユピーの50まで。そうなんだ。54。やばい。あ、待ってた。待って、今どこまで行ったっけ。50めっちゃおもろい。知らなかった。50単位かと思った。さっきから全部失敗してる。どういうこと、50単位。50、100、150。どういうこと。意味わかんない。どういうこと。なんで50に打ったの。じゃあ、50に打ったの。え、明日クロックスで私も過ごすから。なんでクロックス持ってんの。明日クロックスで過ごすために持ってる。なんでなんでクロックスがいいの。だから明日朝リハーサルって言われても私クロックスで来るの。すごい。どういうこと。一番動きやすいじゃん。いや、まあ動きやすいけど、クロックスって今年流行るらしいですね。え、厚底でしょ。え、なんか出てるよね、正しいの。でも厚底じゃないよ、エボピのやつ。しかも偽物。やめて、ないしょないしょ。偽物。やめて、ダイソーで買ったんだよ。ダイソー言ってんの。ダイソー言ってるよ。すごい。やば。みんな履くかもね、今年。うん。40。合ってんのかな、40。今メロクラだけ。やばい、メロクラだけ。え、どうとくんの。あ、もういいかな。どうとくんだと思って。え、待って、もうダメだ、喋りすぎた。ゆき何番まで行ったか全然わかんない。最初から。いや、最初からはやめて。だって50までしか無理でしょ。そうでしょ。そういうことなんでしょ。いや、すごい、クマがいっぱい。 40… え、クマめっちゃ来てるけど。さっき失敗して1個もあげるね。あ、えなちゃん、さっきの分。43、11個。クマタワーありがとう。エナちゃんかわいいって書いてあるよ。見てないのに。見てないのに。厳しくない。誰今の。厳しくない。隣の部屋の川島さん。厳しくない。なんか見てないのに。川島さん厳しいから。厳しいね。え、これルーム抜けたけど定型文ないの。なんか出ないのかな。ね、もっと定型文出ないよね。え、抜けました。困った。何回も抜けた。アプリ落とした。困っちゃったから頑張ってカウントした。ふさんがいいねしました。あ、いいねしちゃった。またツイッターいいねしめっちゃする。あ、アプリ切ったら出てきますよ。そこまでしなきゃ無理なの。もう数えた方が早いわ。え、エゴさん視力いいですか。うん、してますか。コンタクト。してない。え、見えないですか。え、だからもうこんなで来た。いや、どこだ。え、なんかさっきまで100万ポイント差あったんですよ、うん、あ、しまった今34です。え、どうやったらわかるの、そのポイント。あ、ここです。あ、あ、なるほどね。あ、わかんない。ちょっとだ。じゃめちゃちゃちゃくない。100万ポイントだったのが34万になった。え、そうなんですよ。え、やばくない。今の時間でさ、ね、ちょあれしようよ。やばい、帰ってこれなくなった。あ、見ました。危ない。
あ、アーヤがレインボースターくれました。やったー。 え、 え偽物？え、本物です。びっくりした。あフェイント。え、なんかカウントちょっと待ってくださいって言われません？めっちゃ言われた。言われ る, われる。待ってください。頑張れ、頑張れ。え、あやまさん、まずい。辻来ちゃった。まずい。辻来ちゃった。何分までだっけ？50分。あと何分だ？あと10分ぐらい？みんなであと10分で。え、なんか出てきたよ。え、これめっちゃ、何これ？びっくりしません？めっちゃ焦らせてくれる。何これ？これ見てる人にも出てんの？出てるらしいです。出てる。なんか出てるって言ってました。そうなんだ。めっちゃアピってくる。焦る。めっちゃやば。もう一回ありますか今日？うん、うん、眠たい。でも眠いよね。だって今日めちゃ寝てたよ。新幹線でもう心配になるぐらい。ラグリーって心配になるよね。え、ほんと心配、支えるかなって思うぐらい私横だったんだけど、もうずっと怖くて、もう無理。基本的に心配になる、うん、全部。めっちゃ寝てました。ほんと頑張ってるなと思って。初めてあんな寝ました。え、絶対よくそういう寝方してるよラグリーは。疲れてますね、うん。今日もやってたの？レッスンの前とかもやりました。頑張ってる。みんな投げて。でも絶対早起きはしないんですよ。5時からとか絶対やんない。あ、それはない。眠いから。無理はしない、無理はしない。みんなもね、も大変だから、そう、無理はしません。面白い。だってね、ラブリンがその明日のライブでまたフラフラになったらもうやばいよ。本当にあれ買いました、これ。鉄分買ってきた。やばい。そういうのに頼り始めて。これでもめっちゃ飲むと飲まないとじゃ変わります。え、本当に？え、なんか野外ライブの時にこれ飲んだら生きてて、うん、で冷まして飲まなかったらあんな、うん、大事です。冷まして、マジやばい。本当にやばい。冷ましてやばかったですよね。やばかった。吐けた方がいいよってずっと言ってた。言いたい。しかもなんか近いポジションの時はさ、言えるじゃん、吐けてみたいな言えるけど、ちょっと遠くなったりすると怖いからみんなに広める。ラブリー吐けさせて、ラブリー吐けさせて、絶対吐けさせて。おかしいから。だってスプラッシュできてなかった。浮いてないもん。浮いてるつもりだけど浮いてない。めっちゃ飛んでた。全然飛べてなかったから、もうダメだと思う。めっちゃ覚えて、ウィーニングボールとかやったよね。やったやった。ダメだと思う。なんか12秒好きすぎてめっちゃ飛ばしたらバレちゃって。わかりやすい。インテルとアウトの差がやばかったりする。面白すぎる。え、すごいすごい。ラリーさん28万。やば、すごい。みんな人が来ると星も増えるから。やった。やばい、思いやり星投げてください。何思いやり星？キララの出身地らしいです、思いやり星。夢欲しい雲の思いやり星。何でも詳しいじゃん。何でも好きなんだけど。面白い。夢、夢、夢欲しい雲の夢やり星が生まれた場所です。住所ってこと？そう、なんか愛知県出身みたいな感じです。あ、夢やり星。夢やり星。なんだっけ、やり星。夢やり星。無理、わからん。馴染みのない言葉すぎて入ってこない。え、キキララは星なの？キキララはでもくん、お父様星とお母様星なんで。星じゃん。え、しかもそのキキ君の趣味が釣り。星釣り。星釣りらしいです。だから自分の家族釣ってるかもしれない。どういうこと？星釣り、すごいね。釣りやばい。そんな設定あるの？月と太陽がお友達。え、めっちゃスケールでかくない？でかいんでしょ、めちゃくちゃ。そう、以上でかいのって。あ、そっか、星ってでかいんだよね、だって。キラってめっちゃでかいらしい。え、そうなんだ。キティちゃんは猫じゃないです。なになになに、猫じゃない。じゃあなになになに、猫とは言ってないです。キティちゃんは優しくて明るい女の子。やばい、本当に。よくわかんない。え、アオキーさんいるって。え、見てるの？
はい、います。6位にいる。ええすごいじゃん。本物ってこと。あ、本物だ。岩瀬さんと同じ立ち位置。そうです。すごい。挨拶しときなね。こんにちは。そういう感じ。頑張ってるのでよろしくお願いします。お願いします。急にかしこまっキティちゃんの話どこ行ったの静かになっちゃった。あんなに緊張しちゃう。あんなに元気だったのにキティちゃんの話して。シナモン、まあ、何キャラ。シナモン犬じゃない。シナモン犬なんだ。それは犬でいいんだね。確かに。あと何分。こんばんは。あと5分ぐらい。あと5分ぐらい。あと5分やって、緊張しないでくださいってきた。あ緊張しないでください。明日のスケジュールはもう立てたの？考えたら3時間できないです。できなかった。なんか3時間上限があって、うん、マックス3時間。そうです、3時間できないです。明日早起きすればできるんですけど。やめた方がやめない。倒れちゃうから。ダメダメ、うん、倒れちゃうから。できないです。できないけど頑張ります、うん、お願いします。お願いします。皆さんお願いします。合間にできればいいけどね。いや、うちら楽屋で騒がしく暇してるだけだから。あ、確かに。みんなにさ、え、あれ別にやればいいじゃない楽屋で。みんなに言って、音楽流れちゃうかなと思って。うん、まあ急に流れちゃう。あ、じゃああれ出てください。昼公演終わったら。いいよ。本当ですか。うん、やった。元気かな。ちょっとそこだけ心配。元気なくてもいいでしょ別に。大丈夫ですね。寝転がっててもいいな。元気なくてもいいんだ、うん、大丈夫です。出てればいい。同じ空間だって。そんなラブリー一人だったらラブリーもね、なんか元気なくなっちゃうから。エゴちゃん、しおりちゃん元気ですか。しおりちゃん誰ですか。ゆきさん。え、犬って来てます。犬飼ってる。しおりちゃん。分かんない。え、なんだろう。しおりちゃん、しおりちゃん、青木さんから来てます。なんか話した。しおりちゃん。しおりちゃん。え、おしりおしりはちょっと分かんない。しおりちゃん。すごい。しおりちゃん元気。さんとラジオしてた。あ、ほんと。しおりちゃん、おしりさんのことですか。え、分かんない。しおりちゃんって呼ぶ。でも呼ぶ友達とかでいない。いないよ。しおりちゃん、しおりちゃん、誰だ。しおりちゃん、おしりんかな。めっちゃおしりんさんって来てる。難しい。誰だろう。誰だろう。待って、マイコピにしか分かんないしおりちゃんかもしれないから。私が知ってるしおりちゃんは、あれ、おしりんじゃないって言ってるよ。怖い。どういうこと、どういうこと。時止まっちゃった。どうだ、おしりんじゃないんですね。じゃなかったって。え、ゆきがおしりさんになった。そういうことじゃない。そういうことでしょ。でもだってだって英語。え？なんだ。ゆきちゃんがしおりちゃんだと思ってた。え、違います。あら、ゆきあら、嘘、似てる。え、嘘、衝撃なんだけど、初めて初めて似てるってか言われた。私ですか、あらゆき。あ、そういうことね。エゴちゃん、しおりちゃんってことね、うん、あ、そういうエゴピに聞いてるわけじゃなくて。あ、そういうことか。しおりちゃんにややこしくて。あー、なるほど。はい、はい。めっちゃ短い。髪の毛短いですもんね。切ったから、そう、同じぐらい。そっか、なるほど。あ、やばいね、似てたのか。びっくり。なんか謎だ。誰しおりちゃんちゃんみたいななったけど。そういうことね。へえ、やばい、間違えられてる。似てたのか。そうか、そういうことか。似てたのか。面白い。でも、ね、すごい。マスクしてるとね、うん、しかんない。レインボースターありがとう。レインボースターすいません。そんな悪いものと間違えられたみたいな。
あれ今のね、なんか謝られるとさ嫌でしたよねみたいな。全然先輩なんで全然大丈夫です。平気ですよ。平気です。平気です。プロレス頑張ってください。ありがとうございます。面白い。かわいい。しおりちゃん。かわいい。しおりちゃん呼びなんだ。確かに。ね、あんまいない。うん、そうだ、うちらはミノルンさんの写真切り抜かないと。ああ、そうだった。やべ、忘れてた。今日の宿題。寝るまでにやるから。あと1分だよ。何が？これ、配信。あ、本当だ。え、何、どうすればいいの？あと1分だから。え、お願いします。え、次何時からですか？23時20分からです。そうらしいです。来てください、みんな。応援してます。ひたすら手振り。あと20秒ぐらい。これ時間厳守だもんね。そうです。あ、そうなんだ、ね、ちゃんとやんないと。この前遅刻しました。あれ、なんでなんか30分だと思ったら35分、あ、35分だと思ってた。30分だったらしくて、うん、過ぎちゃったの。普通に配信してたら、こ、遅刻してるよ。遅刻。ナブリンらしい。ありがとうございます、みんな。しおりちゃんまたねって言われた。はい、いいえ、いいえ。いいえ、いいえ。いいえ、いいえ。バイバーイ。バイバイ。ありがとう。この配信が終わったらすぐお風呂に入ります。ジャイちゃん文字無理無理無理。難易度高い。文字は厳しい。え、サーヤもやってたんだ。サーヤが呼びかけてたよ。優しい。めっちゃ床揺れなかった。いや、わかんない。私も最近さ、めっちゃ家が揺れるんだよ。私が揺らしたかな、世界を。すごい、世界揺らしちゃったかもしれない。さすがキキララ家は。タコありがとう。え、自分が揺れてんのかな、怖い。自分が揺れてんのかな、やばい。星上げとカウントよろしくお願いします。待てば、メイクあとさ、ここで、うん、ダメ、いいよ、ちん、あ、違うよ、ちんと、かなりよね、うまいことします。タコありがとう。明日は3時間きっちり配信できないので、ちょっと今日お願いします。私からもお願いします。私からもよろしくお願いします。ちょっとツイートしますね。もう一人待っててください。乗り遅れた。え、それアイアも持ってたけど何だっけこいつ。私の車さん回さないでください。これ流行らせよ。私のじゃないです、あくまで。確かに。え、その車さんシリーズの 犬が可愛いですよ。人間や。私が欲しいサメくらい見てください。モザイクかかってましたね。めっちゃ笑ってる。めっちゃ隠してる。私これ欲しいんですよ、サメフライ。え、それツアーつけてる人いた。え、サメフライめっちゃ欲しいんですよ、この純米サメフライ。あれが欲しい、おにぎりング。え、欲しい。私あれがいい、バスのピンポンっていうやつ。え、あるよね、あれ。友達持って、めっちゃ一緒やってた。絶対いらないけど。うわ、間違えた、マスクの上にやっちゃう。疲れてるよ。またすげー。疲れてるよ、絶対。クロワさん、あ、クロワ、クロワさん、クロワさん、クロワさんらしい。クロワさんの 犬めっちゃ可愛くないですか。あ、可愛い。でも人間はさ、ハズレだね。いや、当たりですよ。めっちゃこれ足キモくないですか。キモい。だってさ、気象になんかめっちゃむくんでね。セルライトセルライト溜まりすぎてる。見えないんだよな。お姉ちゃん多分その
その子お姉ちゃんなんです。へえ。この歌も欲しいんで。ボコボコやん。足。足ボコボコこの人。ダメだ。ありがとうレインポスター。マスカラしてないか。あれ。いいよ。いいよって言ってますね。この間私が食べたご飯めっちゃ美味しかったからみんなに食べてほしい。え、みはるまだおるのだって。いや違うの、ここみはるの部屋ないよ。かわいそう。しかもみはるまだいるのってなんかちょっとごめんなさいって言っちゃった。違う、多分みはるのファンよ。あ、まだいるって言う。うん、そうそう、いたら嬉しいな。ほんとこの人一生ラブリーさんないし。そうそうそう、シートだけで。あ、おもろい。レインボースターありがとう。すごいモスキート。ねえねえ、一瞬洗面台にして。いや全然。何してもいいよ。いいの？そう、川島さんのお部屋だよ。なのに隣に住んでるとか言って。なかったら終わる。私多分世界で一番高い声も出せます。出してください。サーヤ来たって言ってる。サーヤどこ？サーヤどこ？なんでみんなそんな気づくの？あ、本当だ。サーヤ来てた。素敵。サーヤ、ハッピーさん元気。クマタマありがとう。いいシャンプーが終わりました。やばい。え、てか普通にラミーさんの睡眠時間どうなってるんですか、最近。気になる。そんな寝てないです。ラブリンさんが後輩と仲良しで安心しましたって書いてますね。どこにどこに。そんな。後輩と仲悪いキャラだったんですか？何したんですか、急に。なんかしたっけ。確かに。でも3年目だよ。でも10期とかは合わないから喋らない。合わなくない？合わない。でもラブリンさん確かに9期と仲いいですね。いいじゃん。すごい素敵。あ、素敵？素敵。あ、ののちゃんいる。ののちゃんいる。死んでたわ。そこすごい好きなんですよ。ねえ、まあ、これさ、孫でいるの大変のよな。本当に口を抜かれるよ、ね。あ、かわいい。くまた、ありがとうございます。頭いい。すごい。みんな認証してください。あ、明日のタイムテーブル決めたけど。変わっちゃうかもしれなくて、なんか変わっちゃうぐらいまで聞いてる。変わっちまうかもしれない。変わっちまう、変わっちまう、多分変わっちまう。なんかやっぱりさあ、なんか音響の確認してたら無理だから。あれ、光りすぎてる。ラブリンはハチミツだろ。ハチミツのパイ。なんかちょっと違う。えみ、なんか反射してる。下の髪がどうしようかな。プーさんもう決めてるけど見て。ハッピーサラタイム。怖い。やばやばやば。違う違う、なんていうの、テンション高いなって思って。え、なんでつぶやいこう。ん、これです、見えますか。6時半から7時半と10時から11時と16時から16時45分です。でも10時から11時はあの音響により配信ができないかもしれないのでお願いします。説明してんのよ。大丈夫、多分聞こえてるよ。何も見えないって言われちまった。6時半です。一緒に起きますね。すごじゃ一緒に寝ます。見てこれ見える？ラブリンさんが。オシリンさん？あ、オシリンさんどこ？配信。あ、髪振りしか勝たん。可愛いオシリンさん。嬉しいオシリンさん。さっきユキさんがオシリンさんに間違えられてました。青木さんに。ツイートしました。ツイートしました。浜田のしおりちゃんだった。シリンさん、あ、コメントで書いてくれたファンの人が下の配信。え？
アオキーさんがユキさんのこと見てしおりちゃん元気ですかってコメントしてました。すごい優しいですよね。これだよ、似てるみたいな。くちゃんかわいい。くまたは立ったから。かわいい。じゃ次立ったらどうするんですか。出る。あ、待って、出待ち、出待ちしてたんだ。かわいい待機。ヤミーさん、なんのモノマネしてほしいですか。それ、え、なんかあったよね、モノマネのレパートリー。マイメロ、あ、マイメロ、どうぞ。やりたいだけじゃん。バレた。あ、来た。クマ、素敵。クマ、素敵。素敵。クマタン。素敵。ラミさん、明日のテーブルもう一回見せて。あ、また。また見せ。分かった、待ってね。はい。アップにすればいい。クマタン、ありがとうございます。あ、これでいいじゃん。やったー、シンデレラみたいな。二人の拍手の仕方みたいな。シンデレラよ。え、本当だ。どうぞ。めっちゃおでこの形きれい。え、マシニさん似てるもんねって来てる。嘘、思ったことない。14万差まで縮まった。だってやばい。え、クマいる、クマ。あ、いや、クマいるよ。でもタワーじゃないけどクマ来たよ。やった、感謝感謝。クマレインボースターもありがとう。タコ来た。タコは選んだよ。え、もうタコみあるくない、このぴょんぴょん。タコみあるよ。タコで、あ、タコメンダコみたい。あやの出番。クマが来たら、え、タコなんかありません。エナちゃんタコっぽいよ。タコっぽいよ。エナちゃん出ていいの。エナちゃん出ちゃダメでしょ。え、そうなの。この顔タコ、ね、が出ちゃダメ。タコやばい。バグブスなんやな、今多分映っただけでバーされる。最悪。アイドルじゃない人でした。最悪。友達映っちゃった、友達。眠ったわ、めっちゃ。これすごくない？これよ、どうちょっと川島さん出番ないやん、だって川島さんの部屋ですけど。ラブ、え、なんだろう、おしんさん、ラブリーに星下とか言って、星下。え、おしりんさん、携帯電話番号認証してますか。してなかったら足だけ写していいらしい。え、誰情報。本当だ、ファンの人。こうやってやってたけど。え、ゆずさんいません。え、いる。いますよ、ゆずさんいますよ。今き、え、嬉しい、ワンちゃんになってる。素敵。やったー、ワンちゃん。流行ってるシンデレラ。この時映りますよね、サイドの。映る。そこ見せ場。おしりさんが LINE した。 LINE した。ありがとうございます。え、ありがとうございます。わかんない。部屋どこって。わかんない。え、見れないんですよね。いや、おしりさん、私にしてください。私にしてください。全然違うかもしれない。全然違う。来ます。頑張ってね。来ます。来ます。なんか直しかもしれない。あ、来ます。今はちょっと違ったよっていう。来ますよ、それは。確かに。めっちゃおもろい。ゆずきさんいた、嬉しい。よしりんさんもいる。クマはないですか。わかったって。クマ来ないよ。あーやん、出番ないよ。あ、レイモスターありがとう。え、なになにこれ。嘘、出るの。え、ファンの人出ない、これ。出ない。嘘。変わると出るんですか。出る。あ、なんか定期的に出る。すごい。なに、ポンポンポンって。みんなさ、勘違いしてんの。じゃあ次がのゲスト紹介。いいよ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 。いや、なんでもないですよ。聞いてないですもんね。聞いてない。ラブリンさん可愛い。できとんやん。
さっき盗撮されました、なんか一眼みたいなやつで、めっちゃいい良さげなカメラでもったいないもったいない。でもなんか確かに一眼レフで撮った。あ、クマ来た、クマ来た、ありがとうございます、かわいい、やった、ありがとうございます、多めに映っております。あやちゃんかわいい、そうです、あやちゃん、しかあやちゃんクマ来た、14万だと、すごい、頑張ってください。まあ本当に明日の夜ね、見て分かる通り配信できなくてやばい。そうですね、本番ですよ、こういう時ピンチ、ピンチ、みんなで土下座しよう、ミンチ。でもあんまりそれはフルーツの服着て、優しいスターズ、今日のテーマは優しいスターズですか。あ、忘れてた、そうだ、筋トレだ、筋トレして、あやの熊タワー見たくて投げちゃいました。え、本当に、さっきの人あるよ、そこ火を入れて、してるけど、嘘、怖い、心臓止まるかと思ってた。みはるに LINE した、ゲスト紹介です。え、やった、え、めっちゃ来た、ね、なんちゅう髪型してるの。違う、ね、クマが来たら出て出る。あ、そうなの、クマが出ない、じゃあクマが投げないと出れない、出れないじゃん、やっちゃん、やっほーおしんさんじゃないです、来たよ確かに、おしんさん行きそうな感じだった確かに。あ、そうなの、これしおり来るフラグだった、おしんさんいたんですよあ、そうなの、ごめん、しおりじゃなかった、ね、これ持ってきたの、持ってきました、ね、すごい、キャリーに詰めた、すごい、やば、そう、さっきみはるに LINE して部屋番聞いてきた。え、実はここ私の部屋なんです。そうなんだ。そうなんだ。ずっとここにいる。なんで居座ってんだよ。そうなの。なんかファンの人いつまでみはるいるの？みはるなんだよみたいな。めっちゃおもろい。普通だってさ、ゆるくみはるに LINE してさ、ラブリーの部屋どこって言ったらさ、普通にどこどこですって言ったらさ、あーと思って普通に来たらさ、うん、言ってよこれ。みはるの部屋。言ってよ。めちゃめちゃみはるの部屋。言ってよ。みんな発祥、あ、そうだよね、みんなそんな同じだよね、そうだよね、おもろ、おもろい、やっぱりゆずきの部屋寒かったよね、え、こんなものじゃないよね、いや、でも人多いから、暑いからさっきまでめちゃめちゃいた、そっか、でもあそこで帰れる、さっきの髪の毛マジでやばい、来ないよ、え、だるまにしようよ、あやちゃんでしょ、だるま誰も悪口じゃん。えらちゃん、誰もやばい。ひなこって。ああ、確かにひなとこっぽいな。みはるん役目ないから。あ、くまん来た。ぬのちゃんだよ。ぬのちゃん。くまだ。くまめっちゃ来た。くまさん、当たったよ。くまありがとう。滑り落ちてくれる。ちゃん来たよ、ありがとう、クマ、あのさ、角だけ、角じゃないか、耳か、耳だけ、耳です、これはすごい、やばい、ゆずきの携帯から電話の音聞こえる、やばい、見てたもんね、ずっと見てた、うん、ありがとうございました、やばい、仕事終わった、星投げてる、いや、でも投げよう、ラブリーのところ投げすぎてさ、99あったやつがさ、もうないんだけど、え、どこにいるの、え、これまたカウントしたら入れるのか、入れる、あれまた、あ、また青木さん来ました、さっき青木さん、ゆきさん見てごしりんさんって言ってたんですよ、え、そうなの、はい、やば、なおさん、なおさんです、あ、ほんとだ、青木さんおるめっちゃ見えてた、え、誰か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 、やばい、メガネってそんな上に上がるもんなんかさ、さっきマスク買ったんだけどさ、小さくてやばくない、ハメチチしてない、すごい、ハメチチしてない、え、みんな入ってないの、なんで入ってないの、え、おかしいさん、いますよ、嘘、間違えられた、間違え、間違えた、え、ゆきの時に、そうです、ゆきさんを見て、見てたよ、ゆき、ゆきの時、そんなことね、ね、見てたよね、そんなことお風呂入ったの、もうお風呂入ったよ、ゆきまだ朝だく、おい、さあ、汗だくなんの、さあ、汗だくやめろ、レッスン終わったまんま、やめろよ、汗だく、
歯みちち見して歯みちち。もうやばい。きつすぎて鼻が鼻つぶれてんだよ。でもそうだ違うか。でも見た感じあんま思わない。めっちゃきついよ。やばい。あんま思わないよ。本当？うん。いつもでかいサイズするから。なんかさ顔可愛いのにさババアリ見る。なんだよそういうこと言っちゃう。メガネめっちゃ曇るよ。でもでもおしりさんのちゃんと撮ったら。でもだってでも本当にメガネめっちゃ上なんだって。メガネめっちゃ上。めっちゃ上じゃないよ。めっちゃ上じゃないメガネ。メガネ上じゃない。ちょっと待ってやばい。ここだよ。本当に。全然ここだよ。そうなの。やば。お風呂上がりのおしりさんだって。お風呂上がり。そうだよお風呂上がり。おしりんですかって来てます。アーキーさん。これこっちは本物です。アーキーさん。おもろ。面白すぎ。本物っぽいって。ぽいって何ですか。本物っぽいらしいよ。おもろ。おもろすぎ。目がねいなって。おしりんさんとは言ってない。あ、おしりんさんとは。おしりんさんとは言ってない。おもろおもろいねギリ本物ね50円中打ってる人いる50枚じゃないの詳しいゆうきさんあれそう50枚ですよなんかカウント数えるんですよ50、それは何なのなんで50なのなんかコメントが50まではポイントになるんですよ、でもコメント50個するのって大変だし分かんないじゃないですか、だから1から50までは反映されないようになってるんですよ、そういう仕組みになってて、すごい。え1から50まで反映されなくては、1から50までやったら50コメント分できるじゃないですか、うん、でもそれがそのなんていうんですかタイムラインみたいなところに流れるのが、うん、あの他の人に迷惑になっちゃうからそれだけは反映されないようになってる。はぁ少年講座、ね、本当にわかんないんだよね、うん、今何ど一個もそういうやつ星をしたら何になるのいいのってこと10個すなきゃあれ10×10 でやると99あるよ、だからいやだだ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 で10回ピンタラ分かった1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 あ、そうそう、それそれでもういいんじゃないポイントめっちゃあるよちょっと投げるわけなんか1個ずつよりもゆうすきさんですよ認証してますか認証認証してますか電話番号電話番号あんた電話番号どこマイルマイポイント。おじいさん本当にしてるかな。してると思うんだけど。いやした気がするよ。なんか昔でイベントやった時に。なんか最近らしいです。え、してないです。携帯で。ゆうきはラブリンがずっとそうやって言ってるからやったよ。これ？ずっと言ってた。これ登録。そうバカ。バカ。そう。何今の？あやが来た。多分完了。してますって出るはず。まあ、ちょっと携帯、あ、大丈夫だ。開ける？いや、うちもやってなかった。バカだな、バカ。絶対して。やってなかった。絶対やって。連絡メール飛ばしましょう。連絡メール飛ばそう。携帯番号認証してください。おもろい、おもろい。かわいい。あんた汚した？汚した。うん。そこのことあります。なんでそこ汚した？待ってどこ行った？はい完璧これでもう投げてもね。オッケー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 最高ですよ。オッケーオッケーそれで見に行こう。ラブリンね。うん。星を投げまくりますね。やった。ほらもう人気のライブじゃん。ほら人気のライブ上がってるよ。すごい。もうちょっと星。もうちょっと。ゆずきが持ってる星。オッケーできた。ちょ。人気ライブじゃんが。人気ライブだから音がいいね。いいよね。でもあともう2しかないかもしれない。ブブってない。なんでこれブブってないの？でもすごくない？99いっぱいあるよ。でもこれ何？わかんない。え、どうやってやるの？なんかいっぱい。え、どこ？いろんな人のとこ行ったら星もらえるの？あ、そうです。もらえます。いやうるさいうるさい。あいつうるさい。この普通の星でもいいんだよね。そうです。オッケー、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 オッケー。投げてる？さっき投げちゃった。あー、シニーさん。シニーさん。こんなに落ち込んでる。こんなに落ち込んでる。してしまいました。こんなに下向いてるよ。
恐竜ちょっと、これは、うん、え、おしんさん、ズボンジェラピケですか？ジェラピケです。あ、お揃いです。え、本当に？え、ジェラピケ着るの、しおり。かわいい、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 着させてくれよ、それは。え、今日ガウン着て寝るから。え、あの、履いてたやつ、ガウン着てる。いいやろ、普通ガウン着てるね。ね、ね、ガウン着てる。そうよ、あれも。え、え、タワー投げてみて。やばいやばいやばい。クマタワー、タワー投げてください。あ、クマ、ねね、クマを投げるとさ、今さ、めっちゃいい、あ、なんかイベントやってる。なんでそれ。え、マジで投げてみるとでも分かんないの。クマ投げるとマジで、マジで特別な演出が、特別いい演出が出てくる。え、マジでマジで本当に。だってこれ超押すの大変なんだから。これでしょ。これどうやって買うの。え、それお金かかりますよ。いくら？1000円です。これ？買おうよ。買おうよ。どうやってやるの？どうやって買えばいい？え、でもさ、購入？あ、そうです。購入のとこ行かないと。あ、クマ来た！あ、クマ来た！おいで。おいでおいで。ありがとうございます。クマありがとう。え、しこれだけ。これだけ。これだけ？待機してくれてる。これだけ？やったー。なんだこれだけって。なくなったハート。クマありがとうございます。待って、レインボーあるじゃん、これも使える。クマレインボーはあのめっちゃポイント高い。待って、38個あるよ。え、だから絶対10で絶対10で投げた方がいい。どういうことですか。絶対10円で投げた方がいい。倍になるんで。え、だから38個を全部投げればいいってことですか。なんですけど1個ずつ投げたら10無駄になって。クマちゃん、それで10。分かった、いくよ。オッケーオッケー。今10枚すごい。アイリさんから来た。あ、ユスキさんも来た。あげた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 、すごい。めっちゃ来た、めっちゃ来た。低い声で部屋やった。ありがとうございます。ないよ、なんでないの。ちょっとなんでないの。ないよ、なんでないの。愛の10連いいやん。すごい、みんな持ってる。レインボー、いいよ、課金してあげるよ。なにこれ、なんてやばすぎる。せん、すごいいっぱいレインボースター。ね、レインボースターめっちゃ来た。どうやってやるの。え、投げるよ。え、これ何。あ、これ買わなきゃね。え、みんな持ってますね、いっぱい。ね、まだ持ってる。これ隠し持ってる。これ買えば。え、それ課金。課金ですよ、ガチで。いくら、いくらこれ。あ、ここに値段書いてあるの。これガチガチのやつのポイント。これが値段で、こっちがポイント。でもクマって1000円でしょ。クマは1000円。だからこれ買わないといけない。やばすぎる。クマ充電はクマさんタワー。そういうことですか。タワーと同じ値段。あ、そうそうそう。でもタワーポイントに充電するから。え、クマ来た。アイヤ、これアイヤのファンじゃない。整える。コンディション整えてます。え、本当に。待って、どうしたらいいの。待って、投げた投げた。え、投げてる投げてる。いいよ。あ、本当だ。あ、タコ来た。すごい、すごい。アリさんがタコ来た。知る。終わったわ。タコ来た。あ、アイヤのファンの人。まあ、タコですか。え、どの人だ。ね、どう？あ、やばい、やばい、やばい。え、あれ青春分のタコになしちゃったんだけど。どうクマ見れないでしょ。そしたら。元タワーじゃん。ちょっと待って。クマ来た。クマ。エリさんのクマ投げた。おしりさん。やったー。やばすぎる。え、でもあと、みんな携帯電話認証してください、番号。え、アイリさん、クマ来た。かわいい。クマ来た。クマ投げた。え、惜しいですよ。かわいい。かわいい。タコさんも投げた。クマ一瞬で消えちゃうの。クマさんと。え、消えちゃうんです。あれ来た。つらい。ね、待って、あ、タコさん。壇上にいるんだけど、すごい。レインボースターが本当だ。6位、え、8位にいるわ、8位に。本当だ。え、ミハルも来ました。え、あれ、やばい。自分で、あ、自分で。あ、クマありがとうございます。クマありがとうございます。すごい。クマ、あ、レインボースターありがとうございます。落ちたの、くれちゃった。なくなっちゃった。あ、でも 18G 残ってるから何にしようかな。だるまを18個やれば。ク
本当だ、236ポイント貯まってるでしょ。あ、クマ来た。え、この人アヘのファンの人じゃない？本当だ、ありがとうございます。これ誰もいない。おい、痛い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 。あ、ほんとクマ来た。え、みんな携帯電話を認証してください、絶対、ね、携帯電話を認証しないと。それをそれのやり方教えたのか。アイポスターありがとう。あれは左上の3本線をタップして。みはるのタコ来た。クマもいる。マイページになってアカウント設定で上から2番目の電話番号認証をしてください。リズさんの電話番号は、はい、あ、熊田は来た。ゼロ。危ない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 。熊田はありがとう、すごい。おお、何熊田はって熊10個です。あー、ねえねえ、ここに出てこないっすよ。誰も来た。これ飛んでんの、めっちゃダルマ押してんだけど。ほんとだ、ダルマは反映されんねんけど。ダルマはラブリンさんしか見えない。あ、そうなんだ。そうなの。え、タコは、タコから見えます、ファンの人も。いや、タコも上げてるのにさ、反映されないけどね。マイクが。へぇ、あ、クマ、タコ。ありがとうございます。あ、クマ、クマすごい。アイリちゃんのタコが、アイリちゃんのタコ来た。タコ来た。見えないじゃん。上がった。穴大きくする。かわいい。かわいい。出れてるよ。あ、クマタマありがとう。クマクマ。すごい。クマクマ。かわいい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 。いいな、このライト欲しい。あと9分です。あと9分だって。頑張れ、みんな頑張って。レインボースターありがとう。ダルマもバカバカバカ。本当だ、やだね。分かっちゃうこれ。いやね、分かる、やめや、分かっちゃうこれ多分。あ、タコありがとう。あや、急に。クマクマ、タコ見えたよ。え、すごい、みんなタコすごいじゃん。ねえ、これランキング上がりたい。頑張って頑張って頑張って。もうすぐ更新されそうと思う。課金するしか。やばいやばい。あ、クマタワー来た。クマいっぱい。クマタワー。あと14。これ誰も誰もとりあえず見える。すごい。クマ、ありがとうございます。クマタワー。すごい。ほら。あ、誰も来た、誰も来た。あれ、なんで電波、あ、来た。電波弱いよね。ねえ、誰もさんでいっぱいだ。誰もさん、誰も来た。あ、クマ、アリちゃん投げてた。ありがとう。ほら、あ、ね、あれ、なんか超いいの。なんで、なんであれですよ。クマ、クマ今まで食べまくった。クマ、クマ、クマめっちゃ来る。やば、みんな。ラブリンさんの明日の髪型クマかもしれない。やばいやばい、めっちゃやばい。一気に差が縮んだよ、だって、すごいすごいじゃん。おしりんさんが静かって、すごい。おしりんね、めっちゃ言われてるよ。クマありがとう。めっちゃ嬉しい。見ようとしたな、ほんとに。何しに来たの。何しに来たの。何しに来たの。やばい、ダメそうだったからさ。そうそうそうだよ、おしりんなの。おしりんだよ。面白すぎる。なんでこの言われるの、勝利って。当たり強め。そう、怒んないから。勝利怒ったとこ見たことない。怒るわ、何しても怒んないから。何したら怒る。来てん。え、あ、クマタワー来た。ありがとう。ここに出させて。すごい。すごい。Wi-Fi 飛んでる？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 Wi-Fi 飛んでるんだよ。弱いのよ。え、待って。え、あのゲームしたい。あのゲームしていい？あのゲームしていい？お茶かココアゲームしていい？あ、それやりましたもん。リハでやってないよね。お茶かココアゲームやってない。よし、やろう。ユウさん大好き。大好き。お茶かココア、ユウキがお茶って言ったら
ココアってこれ。え、それ私知ってるやつかもしれない。あ、やめましょう。くそー、誰がやってなかったの。みんなやりすぎた、全員やったもんな、これ。え、やったことない。やってない。え、私もやったことない。やってない。え、わかる、知らない。携帯番号認証してね。だけど、あ、そうや、なんかさ、あ、そうだ、こちら、こちら声でかすぎて、聞こえてるよねってなってさ、やめようってなって。え、でもエナも聞こえてたんですよ。うん、聞こえててあれですよ。でもエナは一番よくわかんない回。え、10回クイズ。え、じゃあ1回やって。10回クイズ。え、1回やろ。ゆずきがココアって言ったらお茶出て、お茶出たらココアってことね。分かった。ココア。お茶。ココア。お茶。お茶。ココア。ココア。お茶。お茶。ココア。ココア。お茶。お茶。ココア。ココア。お茶。ココア。お茶。お茶。ココア。ココア。お茶。じゃあ。ピザやろ。そうだ、ピザね。ピザを10回言って。ピザ、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 ピザ。ココア。え、どっち？瞬発ラジオ。ピザ、肘。一緒だ。一緒だ。お互い。一緒だ。一緒だ。シンプルに膝と肘が分かんない人だ。肘って言おうとしてでもお茶ってことだよ。でも肘って言おうとして膝って言ったんだよね。どの道ですか。ココは関係なくそのピザの10回クイズに引っかかる。エラなんて即答で言いました。おばちゃん、そう、エラは即答で膝。膝、シンプルに分かる。シンプルにおばかちになった。これは普通はココアって聞いてるから、ココさしてるけどココアって言ってるから、お茶って答えたらいずきの負けで、その挑戦者の勝ちなの。この人すぐ答えよう。すごい。え、おじいさんだけですか。しおりだけだったっけ、あれ、あの時やった。でみんな聞いてただけやった。わかんない、みんなに聞いてた。ない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 。男女だよ、だって。あれはクマいいんですか。おしりさん。おしりさん。おしりさん。指名してくれ。おしりさん。やば、あと2分だ。あと2分だって。はい。え、やばくない？来た来た来た。ちい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 ち。すごいすごい。え、すごい。やばい、10人でやってる。やばい、もう確認する。でももう今しても更新されないから。意味ない？え、そうなの？でも別にポイントにはない。ホイテになるけど壇上にはあ上がれない。そういうこと。明日ありますよね。でも壇上にはもう上がれないの。壇上上がってるよ今。うん、でもすごい羨ましい。上がりたかった。ほんとに。でもこれ上がらない。え、なんであとちょっととか分かるのね。時間がってこと。ここにいるからですよ。お名前呼びってあるんですか。お名前呼びあるんですか。これしてないです。してください。あ、じゃあ特別に、はい、12人います。あ、じゃあ12、はい、水野愛理さん。え、すごい、3人並んでますよ、おしりさん。え、かわいい。ずるい。ゆずきどこ。ゆずさんもっと上。上いる。え、どこにあるのそれ。ゆずきどこ。ほんとだ。14位、よっしゃ。すごい、おしりさん61です。そうだよ、まだまだだ。あとちょっとだ。あと40秒ぐらいで終わっちゃいます。え、14秒だって。あ、40秒です。40秒だって。やった、頑張ってください。明日も頑張ろうね。だって頑張ろうね。明日ZIPですもんね。ZIPです。明日楽しみですね。
楽しみ、楽しみにしてほしい、楽しみにしてほしい、はい、それ楽しみだな、頑張ろう。あ、もっちゃん、あと15秒、バイバイ。15秒だって。明日ゼップ見てね、みんな見てね、見てね、みんなありがとう。明日も頑張ろうね、みんな頑張ろう、ワンチーム、ワンチーム、ワンチームだよ、ワンチーム、バイバーイ、バイバーイ、あと何秒、あと5秒ぐらい。